なんと家の裏にこんなもんが生えてました。これ探しまくってもなかった。このキノコ、これが普通に家の裏に生えてますよ。これ家の裏ですよ。これ何も木なんかありません。家の裏にあります。皆さん木なんか関係ないですよ。これこれ、しかもこのまだこれ見てください。これ何ですか。これちょっとこのデカさ、これこんなもんあり得る。ありえんやん。家のはっきりトイレの裏にこんなんが生えてます。こんなところにこんな感じで生えてました。これこれめくると、これありえんやら。皆さん木関係ありません。これこれね、今日の成果は編み笠丈です。なんとあれだけ探しまくった編み笠丈、どこに行ってもなかった編み笠丈、なんとなんと家の裏、しかもトイレの裏、普通に生えてました。こいつら多分毎年生えてたんだな。これ食べていこうね。これを半分に切って洗いました。中に虫がいるといけないから半分に切りますね。虫抜きして洗った編みがさ竹を毒抜きしていきます。茹でこぼして毒抜きします。はい、茹でこぼし完了です。毒抜けたでしょう。チャカメカファイヤー。編みがさ竹をバターで炒めていきます。バターで炒めていきます。はい、毒抜きした編みがさ竹をバターで炒めていきます。でここで餃子ニンニクも入れる。それでここにあらかじめ炒めておいた鶏肉入れる。味付けは香味ペーストを入れる。なんかちょっと味を締めるためにちょっと手作りの麹ですね、塩麹で味を整えます。麹、塩麹ですね。編みがさ竹と餃子ニンニク、鶏肉の炒め物完成しました。食べてきます。編みがさ竹、これどうかな。毒なんですよ、これ。日本人はもともと食ってなかった毒です。うまいわけがない。え？うまいやん。でも食感がなんかな、なんだろうな、この食感。普通のキノコの食感じゃない。うん。でもうまいぞ、これうまい。餃子ニンニク間違いない、うまい。うん、ミカサ意外とうまいじゃん。鶏肉と今一緒に食べた。うん、うん、ミカサうまいじゃない。食感なんて言ったらいいんだろうな、これ。うん、今まで食べたキノコの食感ではない。うん。
うんうん、うまい。うまいね。うん。これうまいぞ。これでいつもの青いやついくよ。ああ、うまい。これ餃子にんにくいいな。マジで。アミガサはメインだけどごめんね。アミガサもうまいよ。うん。うまい。それでは皆さん、また次回よろしくお願いします。バイ。